どうも皆さん、こんにちは、日野です。ここ最近ね、ポケモン界隈で話題なバグがあるんですけど、皆さんご存知ですか？もうその名もね、切断バグというものなんですよ。で、どういうバグかというと、ランクバトルで勝敗がつくときにシュイーンって一瞬音が鳴って、こう暗くなる画面があるじゃないですか。で、その時に切断をすると、なんと負けたことにならない、そして相手が勝ったことにもならない、ゲームとしてね、成り立たなくなるようなやばいバグがね、話題になってたんですよ。で、それで、ランクマ1位の人が切断バグで1位を維持してるとか、噂が立ったりとかね、このバグやべえな、みたいな話になってて、公式どうするんだ、みたいな話になってたんですけど、なんと今回、4月8日、ポケモンのね、公式からね、切断バグ使用者はバンするというね、正式発表が出ました。はい、これがね、原文ままのスクショですね。このような不正操作、迷惑行為が繰り返し行われていると確認された場合は、今後開催されるランクバトルやインターネット大会のランキングからの除外、およびライブ大会等の出場権の剥奪、またポケットモンスターソードシールドでのインターネットを介した全てのコンテンツの利用を一時的または永久的に停止するといった対応をさせていただく場合がございますと書いてあります。これやばいですよね。これ多分ね、ポケモンホームもできないし、ポケモンのね、インターネットの交換、そういうのも全部ダメになるという風なね、かなり重い罰則になってます。この切断バグの意見でなんかいろいろ意見があるんですけど、ポケモンの公式の見解で前々からね、言ってることがありまして、プレイヤーの有利になるようなバグは直さないという、そういう話がね、前々からあるんですけども、この切断バグに関してね、切断バグプレイヤーに有利だから直さないんじゃね、みたいな話があったんですよ。この切断バグ直すんだったら、ワットバグ、日付変更バグも直せよ、みたいな、そういう意見がね、ちらほらあったっぽいんですけど、まあ今回ね、日付変更バグ、無限ワットバグ、そこら辺の公式の発表がないということは、まあ、黙認されてるのかなという感じですね。切断バグはね、こういった公式からの声明があるということなんで、もう皆さん、今ね、やってる方、すぐやめた方がいいです。これはね、ガチで、モラルの問題とかじゃなくて、ガチでバンされちゃうので、やめといた方がいいです。なんで皆さん、切断バグに頼らず、楽しく、自分のね、実力を上げて、ポケモンのランクバトル頑張っていきましょうって感じですね。ということで、今日の動画でした。次の動画で会いましょう。バイバーイ。